マスコミ山本由伸カップルと比べ大谷夫妻は庶民的で好感度がさらに上がった。大谷選手は10年総額7億ドルという MLB 史上最高額の超大型契約をドジャースと結びました。超セレブでもある大谷選手の妻マミコさんが5000円のプチプラアイテムを使っているということでその好感度はさらに上昇しましたよね。一方の山本投手の契約もとんでもない額。90万円のバッグなんて山本投手にしてみたら大した買い物ではないでしょう。というか大きく稼いでいるならお金を使うのは当たり前でより良い品を求めるのも当然。山本投手に帰参カップルの方がメジャースポーツ界では普通で、大谷選手マミコさん夫妻の庶民性の方が、ある意味すごいと言えるのかもしれませんね。庶民的イコール好感度が上がる、なんてバカな理論いつからできたんだ。やばいでしょ。子供に夢与えてるのは山本やろ。低身長のマイルドヤンキーでビッグマネーとか。X でも山本由伸のこと大谷と比べて叩いてるやつマジでおるよな。デコピン俺より高い朝飯食ってるんだろうな。大谷が10億の家買ったら大谷は豪快。大谷がブランド品使わなかったら大谷は庶民的。もうホルホルするためなら何でもありだな。同僚同民族までを持ち出してあげたり下げたりするのはやめてくれ。ブランド品に身をまとって芸能人と付き合ってる山本由伸の方が普通に羨ましくね。山本由伸叩いてる民はどういう感性してんの？美人モデルと付き合っててブランド品買いまくってる山本由伸の方が普通に憧れるやろくさ。そんなことで好感度なんて決まらんだろ何言ってんだ。なんだかなーって感じがするな。大谷夫妻が稀なだけで、スター選手は由伸みたいなタイプが普通。そもそも大谷とは全然違うし比べるのはかわいそう。本人がいいならそれでいいんだよ。大谷は大谷、山本は山本でお相手も同じことが言える。同じチーム同じ野球選手ってだけでプライベートなとこまで比較しなくていいだろ。服装とかもブランドってわかるもの多いし目立つのが好きそう。庶民からすると庶民感覚のある有名人は好感度が上がる。金持ちが庶民的じゃあかんやろ。